水橋駅は、富山県富山市水橋伊勢屋にある、愛の風富山鉄道線の駅である。開業当初の水橋駅あたり駅にて立った、米騒動を報ずる新聞記事相対式ホーム2面2線を、有する地上駅である。駅舎は1908年当時のものを、愛の風富山鉄道開業後も使用している。自動券売機と便所がある。JR 北陸本線の駅としての末期は、 富山地域鉄道部が管理し、JR 西日本金沢メンテックが駅業務を受託する業務委託駅であった。愛の風と山鉄道への経営移管後も業務委託駅の形態は維持されている。JR 運営末期の時点で緑の窓口は設置されておらず、ポス端末が設置され、料金補充券による指定券も取り扱った。2017年3月の 新旅客案内システム導入に伴い、他の富山市内の駅と共通で、2012年に富山県ふるさとの歌として制作された、ふるさとの空のイントロ部のアレンジが到着メロディとして、使用開始された。2020年度の1日平均乗車人員は686人で、ある。富山県統計年間によると、各年度の1日平均乗車人員は、以下の通り、駅前には、 月決め駐車場が多数ある。ありがとうございます。